灘中学校、高等学校、灘中学校、高等学校、灘中学校、高等学校は、兵庫県神戸市東灘区に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校である。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第一学年から混合して、 クラスを編成する併設混合型中高一貫校。1928年、昭和3年開校。設置者は、学校法人な大区営会。校舎のうち、事務棟として、現在も使用中の本館は、国の登録有形文化財に登録されている。名田地方で、酒造業を営む、加納次郎衛門、菊、正宗、加納次兵、白鶴、 山村多左衛門、桜正宗によって設立された。同様に手造業者が設立した学校として、紅葉学院がある。設立にあたっては、白鶴加農家の園石で、行動管柔道の創始者であり、東京高等師範学校、東京教育大学を経て、現、筑波大学や、その付属校、現、筑波大付属中、校などの学校朝食を25年間ほどめた。 可能児五郎が顧問として三角。児五郎が柔道の精神として唱えた、勢力全用、自他共栄が厚生となった、この可能児五郎の影響で柔道の時間が体育とは別に週1時間がある。初代校長は東京高等師範学校の数もの科学科を卒業後各地で教職を歴任していた、真田藩守が児五郎からの要請で就任。真田は、長校の 教育の方針を定め、自ら校歌、生徒化も作詞した。1927年、昭和2年10月24日に設置認可を受け、この日を創立記念日とする。その翌年に開校。当時は、神戸一中、現、神戸高校や神戸二中、現、兵庫高校等に入学できなかった者が入学してきたが、当初から観光立中学、 現在の国公立高校を抜かすことを考えていたようで学力向上に力を入れ学力別に ABCD に学級分けにした。第二次世界大戦前は柔道部、それに吉村三郎、松尾俊次が東京六大学野球などに選手を送り込んでいた野球部などの活躍の方が有名であったが、 戦後の学生改革を経てから、進学実績が全時上昇す。1960年代後半から70年代に、至り、それまで、東大合格者数で、トップの座に君臨してきた都立日比谷高校を追い抜き、国立及び私立校としては、初めて単独での東大合格者数主位の座に立った。くしくも、同時期に、都立諸校に、学校軍制度を制定。 継続した、帯虎や美ノ部良吉らが、東京高等師範学校や、その付属校出身者であったように、教育界における日教祖から文部省など、官解までに、至り、講師罰あるいは、教育大罰の影響力の強さを見ることができる。制服の着用義務がないほか、明文化された校則を有せず、風紀について、大部分を生徒の良識に委ねるなど、 自由な校風を特徴とする。遠足など、公害行事においては、現地集合、現地解散が監修となっており、このことからも、校風の自由さを見出せる。生徒をできるだけ紳士として、扱おうとしており、サンダル、半ズボン、ランニングシャツなどによる登校は禁止されている。また、設立の経緯から、現在でも中学校及び、高校1年次では、 柔道が全員必修になっている。毎年6月に、高南中学校、高等学校と、なだ高南定期新善試合を模様している。高南学園は、戦前、主に帝国大学入学を志す生徒が集まる、旧制高等学校であったが、学生改革により、新生の高南大学と高南中高に改組する。同じくして、 新生高等学校となった名田校から多数の生徒が高難大に入学した。そのことが縁で高難と名田校の間で交流戦が始まり、現在に至る。一年ごとに開催場所を交代、奇数年は高難、多摩数年は野田している。2012年度の名田、高難定期戦は名田校の校舎改築により臨時で高難で行われた。それに伴い、 2013年度の灘、高南定期戦は灘で行われた。また、高南でも2014年度は、グラウンドの下に体育館を作る工事があるため、灘で行われた。2015年度は高南で行われ、以降、奇数年は高南、多摩数年は灘と思われる。全国屈指の進学実績を誇る灘校の学生は、関西圏の高校でありながら、 首都圏の大学、主に東京大学に進学する学生が多い。関西圏の南韓国立大学である京都大学や大阪大学に進学する学生もい,いが、例年、京大の場合、医学部進学者が約半数、半大に至っては医学部進学者が大半である。毎年の高校別東京大学合格者数では上位を維持しており、 奈良校の学生の約半数は東大に合格、進学している。東大合格者数では、改正高校を下回るが、率、学年の人数に対する合格者の割合では回り、学年の人数が、名田では約220名、改正では約400名と、約2倍の開きがある、首位になる年もある。また、東大理科三類、東大最難関。 京大医学部医学科、京大最難関の合格者数は、灘工が、霊厳主位を獲得している。特に2013年においては、東大理科3類27名、京大医学部医学科24名の合格者を出しており、東大、京大、両最難関学部合格者の5人に1人以上を、輩出した。2018年度の大学合格者数、老人含むは、 東京大学92名、理35名、京都大学42名、医学部22名、大阪大学17名、医学部15名、慶応義塾大学32名、医学部10名、和瀬田大学28名である。学校発表による2018年度の大学合格者数によれば、東京大学、京都大学、東京大学及び京都大学を除く。 国公立大学医学部の合格者合計で194名、老人含むに達していい。これは卒業生219名との比率では88%を超えており、当校の卒業生の大半が東京大学、京都大学、国公立大学医学部のいずれかに進学している。1995年、平成7年1月17日早朝に発生した阪神。 淡路大震災は、名田中学、高校をも直撃した。学校の保健室が臨時の診療所として使用され、体育館は緊急の遺体安置所として使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。